ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、先陣を切ったのは秋原、そして秋山、キック、ブロック、ローキックだ。まず打っていったのは秋原だ。全日本初登場秋原、元世界タッグ王者の秋山純に見事にドロップキック、初弾を奪っております。打撃系を中心とした純粋なユースタイル、これが柿原だと、そういうファイトをお見せしますと試合前に話しておりました柿原。あっと、さあ 秋山が馬乗り、肩がつくか、いやつかない、馬乗りです。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、柿原全日本マット初登場ですが、いかがでしょう、立ち上がり動きをご覧になって。そうですね、動きはいいですね。その秋山のやっぱり、彼らのやり方が分かりませんからね、ちょっと戸惑ってますけども、まだ動き出方を見ているといった感じですね。そうですね、まあそれは柿原もそうでしょうけどもね。足を取りに行く、飛ばす、スタンディングです。逆に足を取りに行きました秋山純、サイドネットロック、グラウンド。東京ドームに向けまして、この高山柿原コンビが、U軍団が名乗りを上げました。初登場の舞台がこの日本武道館大会です。柿原正人、180cm 93kg です。1972年の4月29日、愛媛県新居浜市出身、25歳。さあバックを取った秋山純、もっとその秋山の手首を捉えている柿原、グラウンドです。バックを取る。中学時代はこの柿原、陸上部で 100m の選手だったという経歴を持っております。高跳びのマットでプロレスごっこができるから陸上をやっていたんですと苦笑いしながら話しておりました柿原。さあキック、頭をつきました。足を取りに行った。さあ秋山純、この秋山純もグラウンド技には非常に高い定評があります。さあ秋山の足を取りに行っている、ブレイクします、距離を取りました柿原、距離を取った、キック。馬場さん、この柿原のキックですが、今のところ非常に有効ではないですか。いや、まあ、いいですけどね、まだやっぱり疲れてきていませんからね。さあ、来た、倒した、ダウンダウンダウン、倒してからどうするかなんですよ、問題はね。秋山順からダウンを奪った、キックでダウンを奪った柿原、足を取りに行く。おー、しかしダウンした秋山純ですが、表情はそれほど変わっておりません。今シリーズこの秋山純、広島大会で行われましたタッグマッチ、今日のタッグパートナーであります小橋健太から初フォールを奪っております。これで四天王からは先のシリーズの最終大阪大会で三冠王座をかけて戦いました三沢ミスタル以外3人からインフォールを奪ったということになります。全日本プロレスのヤングリーダーであります秋山純、この全日本初参戦の柿原に王道の厳しさ、そして切なさを教え込んでいかなければなりません。アキレス腱をがっちりと固めております秋山純。さあスタンディングです。さあ柿原、逆に秋山純のアキレス腱を固めていく。さあ監督、外れております。秋山の上半身にもうっすらと汗がにじんでまいりました。さあここで小橋健太と、そして高山義弘であります、去年の9月6日、この小橋健太と高山、去年の9月に一度対戦したことがあります。それ以来2度目の今日が対戦ということになります。
押し込んでいったのは元三冠統一ヘビー級チャンピオンの小橋健太です。さあ逆水平だ。さあ高山、前回10月に川田俊明と行ったシングルマッチから10キロ体重が落ちたと話しておりました。高山であります。さあバックボード、ついた、ジャーマン腕ひしぎに入ろうというところ、腕ひしぎ入った、すかさず秋山純がカットインいたします。ストンピング連発。さあ馬場さん、はい、去年10月に川田とのシングルマッチ、この高山は戦っておりますが、その時と比べてどうですか、体の方も体重も落ちて絞れていると思います。そうですね、絞れてきたら、動きが良くなりますからね。さあ見えるとこういった一つ一つ一つの技に非常に重みがあります。高山ハイキック、小橋も受ける、逆水平、おっと小橋の下半身が揺れた、ダウン、小橋ダウン。秋山潤、あーそう、どうした秋山、秋山だ、あーそう、カウンターで入ったか。高山の膝が完全に秋山潤の顎を捉えておりました。さあ秋山潤、元世界タッグ王者、うつ伏せであります。去年の10月以来4ヶ月ぶりの全日本参戦でありますが、小橋健太が来ました。おっと堂々の試合運び。さあキャメルクラッチ、スリーパーで捉えております。ロープに逃げました小橋健太。去年の8月の26日でした、後楽園ホール、小橋健太とこの高山は対戦しておりました。あと秋原のキック、ストンピング。そして去年の9月6日、高山組と川田組のシックスメンタッグマッチをこの秋原雅人はこの日本武道館で視察をしておりました。飛ばし逆水平、キックで反撃か、もう一発、あとまたもや小橋がダウン、ダウン。これはどうした、全日本の王道のどてっ腹に穴が開くか。さあ、はい、こう蹴られて倒れたり、パンチを食らって倒れることがね、はい、一見弱く見えるんですが、ね、その倒れた方がね、はい、痛くないんですよ。じゃあ今小橋はだから、あ、彼らの蹴りを自分の受け身でカバーしてるわけですね。かえって蹴りを、小橋のチョップをこらえてる竹原の方が、はい、痛い、逆にダメージは竹原の方に。そうですね、いやこういうところはね、非常に面白いところなんですよね。なるほど、サードロープに逃れております小橋健太。さあ竹原、全日本プロレス初参戦、キックでそしてストンピングでこの小橋を攻め続けておりますが、逆にその攻撃、例えばこうやって蹴りをじっとこらえてたらね、はい、まあ、僕らはメリケンって言うんですが、メリケン、筋肉をこう蹴られたりね、そうすると肉離れの症状が出るわけですね、はい。さあ小橋健太、この馬場さんの言葉通りですと、まあ、この辺りから反撃に一気加勢に攻め始めるんでしょうか。ブレインバスターの体勢だ小橋健太、ラスト
逆に脇を固めていきました柿原。赤コーナーから試合時間10分を経過しております。タックマッチ60分の一本勝負、小橋健太、秋山純の全日本コンビに高山義弘、そして柿原雅人のニュースタイルコンビ U 軍団、東京ドームへのチケットをかけてこの柿原全日本プロレス初参戦であります。さあ高山が試合の権利を受けました。エルボーを落としていく、エルボーを落としていく背中です。エルボードロップ。さあ高山、元カンカン王者を挑発します。キックだ、やりました。小橋独特、対空時間が長いぞ。高山の頭に血が昇った。さあそして秋山、先ほどのニーリフトのお返し。秋山純、先ほどは数十秒間うつ伏せ、全く動くことができなくなってしまいました。エルボー連打、ジャンピングオフ、キャッチ、キャッチ、おーよく見ておりました高山。さあフロントのスープレックス、張っていきます。いいタッチワークです。高山柿原コンビ、キックを打っていく、キャッチ、キックをキャッチした。張っていく、エルボーだ、エルボーだ、柿原ダウン。裏投げ、秋山アウト。いや馬場さん、今の切り返しいかがですか。かけら、いやいいですね、非常にこういうスピードはありますからね。よく見ておりました柿原。あードラゴンスクリア、柿原これで動きがピタッと止まった。さあバックを取った小橋、小橋、いやー一瞬の切り返しで小橋健太の左の足を捉えました。完全無欠の U スタイルであります柿原。カウンターで入った。さあ、ことのバックドロップ。さあ、いった。オブライトを締め落とした小橋健太の殺人スリーパー。高山です。高山のカットです。さあ、その高山には秋山が行った。試合の権利があるのは小橋健太と秋原雅人。腕を取ります。ブロックストップ、ラリアット、さあトラップ、盤石のウエスタンラリアット、ラリアット炸裂、飛ばしていた三沢ミスカルをマットに沈めた渾身のラリアット。全日本プロレス登場の柿原に王道の切なさをとっくりと教え込んでいきました。